えー、こんばんはえっ、ー、と撮影日が金曜日の夜なんですけども花金でですねえっ、ー、とだいぶ出来上がっておりますはいなんか最近ですねもう料理を作るのが楽しすぎてですねうーんめちゃくちゃ作ってるんですけどあのただ作った分食べきれなくてですね もう冷蔵庫に作り置きばかり非常に溜まっていて今非常に困ってるんですよねうーんねコロナじゃなければ友達呼んで食べれたりもするんでしょうけどいや本当にねコロナって気がめいりますよね出ちゃいけないとかうんまあねそういうの聞かずに出てる人もいますけどうん、まあ、そういう人はそういう人ということでうん あのー、別に攻めたりする気はそ,そうそうないさらさらないんですけどはいそんなこんなで今日もねもう出来上がっちゃってるんですけど、えー、と靴のえー、ことをですねだらだらとお話ししていこうと思いますえっ、ー、とちょっと続いてるんですけどスコッチグレインでございますえっ、ー、とスコッチグレインは私はあのー 今、10足ぐらいですかね、持ってるんですけど、うーん、2足、特にお気に入りがあるんですよ。1足がちょっと前回も、あのー、動画にさせていただいた、アウトレット限定のオールフランスっていうやつなんですけど、えー、もう1足がこちらですね、あのー、インペリアル3という靴になります。これ、動画だと結構黒、黒く見えているんですけど、今。 えっと、実はネイビーなんですよこの子、えっと。この色は現在も廃盤になっっててしまっていまいすあのうーん今現行モデルは青のあの根の皮これ,これもあのねなんですけどあのねのベガネムっていう皮なんですけどあのねで変わりないんですけどもう少しあの明るい青になってますね爽やかで。 えーとうん明るいあの本当に青って感じの靴、えー、になっています、えー、こちらはですね2018年9年ぐらいでしたかねその色の入れ替わりがあったんですよね、うん、であの私がこれ買った時にはもうその新モデルが出てたんですよでどっちもあの並んでいてですねあの銀座店あの銀座のお店に。 でえー、と私はまあ個人的な好みでもうこちらのちょっと色が、えー、深い方がいいなというふうに思っていてあの一度お店に行って買おうかどうかあのちょっと別件でですね、お店に行って迷って、えー、結局買わずにその日帰ったんですけどもこの靴のことが頭から離れなくてですね、ちょっと精神衛生上良くないなと思っても買ってしまいました。はい えーとですね結論申し上げると非常にいい靴なんですよ本当にいい靴なんですよインペリアル3えっ、ー、といい意味でスコッチグレインに見えない、うん、スコッチグレインあの靴ってあのベ,ベーシックでは、えーまあ、日本の靴らしいちょっと武骨な雰囲気が。 えーと結構全体としてあると思うんですけどこれはちょっと何て言うんですかね英国グッズ風というのかラスこの、えー、セミブローグっていうパターンにまああのー、のせてあるあのー、をのせてるラストのバランスとかもあると思うんですけど結構履いててこれをスコッチグレーに。 っていうううに言うとあそうなんですか見えないですねと靴屋さんに言われることが多い靴ですね。うん、いやーこのねまたちょっとしわの入り方見てくださいこれちょっとめちゃくちゃいい感じでしワ入ってないですか履き始めてもう2年か2年ぐらいですかね立ってるとは思えないぐらいに素晴らしい状態の靴なんですよいやー。 いやーいいいやいい靴です本当にうんであのー、個人的には持っているスコッチグレーの中で、ね、一番磨きやすいのがこの靴です。うん、私あのー、個人的な好みとしてアノネのベガーノっていう革はすごく好きなんですけどあのー、ボカルよりも若干ナチュラルな仕上げになっている革ですね。うん ちょっとあの光沢も光沢とかツヤ感とかあんまり人工的なものがなくてあの非常に気に入っている靴でございます。はい、でえー、とワイズ自体は、えー、とこれは、えー、3ー、e、です。3 e、のワイズなのであのー、ちょっと履いた時にややんちょっと緩いかなぐらいだったんですよね。まあそれでも波形 いてたのでそのまま履いてたんですけどやっぱり履いて沈んでくるとちょっとあの、うん、我慢できないぐらいにぶかぶかになってきましてで、えー、とそこでですねスコッチグレインの、えー、と大阪の店舗に行ったんですよね、えー、と淀屋橋にある。でそこでそのことをお話ししたらインソールがあるんですよ純正の。なのでこれ純正のインソール入ってるんですよね。インソールは2種類あって前だけのものもと えと前だけのものあれ後ろだけのものだったっけ前だけあれあすいませんちょっと忘れましたちょっとお酒入ってるので許してください申し訳ございませんえっと半分のすいません前か後ろか半分のやつかもう全磁のインソール前から後ろまで全部入ってるやつと2種類あるんですけど、あのー、これはあの全部のやつですねめちゃくちゃ綺麗に入れて もらいました。そしてえー、とあと靴紐も買変えましたね浪引きの紐だったんですけど浪、えー、引きの紐、スコッチグレーンの浪引きの紐って、あのー、プレステージラインとか、あのー、ちょっと上のラインのもの エクスクルーシブラインのものとかで結構浪引きの紐が引いてあるあのもうすでに初めから巻いてあるんですけどちょっと結ぶ時手が痛いんですよね。そしてえっと僕23.5を履いてるんですけどスコッチグレインは23.5の紐の長さが確か6 5ンチとかだったんですよねで。てなるとちょっと結ぶとちょっと短いんですよね。で 短いとやっぱりちょっと見た目も輪っかが小さくなってあんまりかっこよくなくてっていうのもありましてえっともう靴ひもも変えてくださいっていうことでスコッチグレインはもう両足で100円とかで変えてもらえるので両足で100円だったっけ ?1 本100円だったっけすいませんなんかもうちょっとあ一1本100円か両足で200円ですかねでえともう持ってったらその場で変えてくれるのでえっと7 2ンチ ですかね確かに、えー、変えていただきましたやっぱりこれぐらいの長さの方が靴ひもってかっこいいと思うんですよねあのー、スコッチグレインの靴でえっ、ー、と、まあ、サイズによってひもの長さ違うんですけどうーん23.5の場合は7 2センチのひもがおすすめですね、うん、インソール入れていただくのとえっ、ー、とこの靴ひも嗅いでだくので本当に 10分かかんないいぐらいでスコッチグライのことちょっとあの沈んできて緩くなったなとかあと買ってみたけどやっぱりちょっとサイズ緩いなっていうふうに思われた方はですね是非インソールをえー、ともっと石典にですね石店に持っていくと綺麗にはまるソールがもう準備されているので、えっと、非常にいいと思いますね。うん これも、えー、と初めもうちょっと淡い淡いって言ったら言い方あるんですけどもうちょっとしっかりネイビーだったんですけど全体的に、えー、と濃いめのクリームを入れて、えー、と色を濃くしていますどうですかこれかっこよくないですかいやー本当に「インペリアル3」はスコッチグレインの靴の中でも私本当におすすめしたい靴の一つでですね まあ、お値段は高いんですけど高いですけどでもそのお値段に見合う靴だと私は思いますこのメダリオンもかっこいいですよね今メダリオンがパッと出てこなかったんですけどあ出し縫いも乱れがないですよねこの上のピッチも正確に刻まれていて。 いや,やっぱりいやスコッチグレインさんって広川製菓さんってすごいブランドですよ。いやあと私はこの靴あと2万円ぐらい高くてもいいんじゃないかってちょっと思っちゃったりしますね。うんなんか今海外のどことは言わないですけどなんかちょっと高すぎる靴が多い気がしますね。 のが結構多いですね新品の値段ではとても買いたくないなっていう靴がたくさん、うん、あります、うん、こうやっぱり今あ為替の問題とか原材料費の、あのー、兼ね合いもあるんでしょうけどちょっとうん靴高すぎるな海外ブランド高いなって思うことありますよね、うん、あとスコッチグレインはこの上のラインになると あのこのこ木製のシューキーパーついてくるのいいですね、これでんちょっと軽く多分塗装してあるんですけど、ま無、あ、垢材でもいいのかなと思いますけど、この木製のシューキーパー、私、すごく気に入っていまして、ですねあの靴手放すときも、シューキーパーだけは手元に残して、靴だけ手放すみたいなこと、結構してますね、はい、スコッチグレーの靴も、あのいくつかもうちょっと数が増えすぎて手放してしまったものもあるんですけど、シューキーパーだけはしっかりと手元に残しておりますね。はい いやあの本当にこのチャンネルは私がただ自分の好きな靴を好きだというだけのチャンネル意識の低いチャンネルなのでまあそれにですねあのー、あ革靴かっこいいなと思ってくださる方が一人でもいれば私は嬉しいわけですよ、うん、もうすいませんチャンネル登録者数増やそうとか視聴回数増やそうとか あのこのチャンネルをでお金もらおうとかそんなことを一切考えていないもので,でしてですねあの意識低めのチャンネルですいません本当なんかね編集とか BGM とか本当は入れたらいいんでしょうけどねうん面倒くさいんですよ <laughs> 申し訳ございませんはいああ スコッチグレインの靴で私はでもただこれ本当にビジネスあのまず一足スコッチグレイン何買うかって言われた時にこれかって言われるとまあやっぱりそこはアシュランスとかあのー、ブローデンとかあのー、割とあのあとオデッサとか割と王道の,レの靴をおすすめしたいっていうところ。 ですねあのこの靴は2足目か3足目ですかねあのおすすめするとしたら、うん、やっぱりあのー、これこの「インペリアル3」ってあと黒とあと、まあ、青あと赤とか茶色とかあるんですけどブラウンとかあるんですけどあのどっちかっていうとやっぱり、うん、スーツまあ黒とかこういうこの現行のネイビー,あー現行じゃないですねあの 前のこの色とかネイビーだったらスーツに合わせてもいいかなと思うんですけど他の色だとやっぱりスーツに合わせるにはちょっと色が派手だなと思ったりするところもあるので、はい、うーんまあー普段のお仕事スーツでなくちょっとカジュアルな革靴が欲しいっていう方だったらもしかしたら1足目に私はおすすめするかもしれないですけどうんこれはかっこいいんですよ本当に。えー いやいいもうねあの変態なんでね靴に関してはもうこれ見ながら酒が飲めるんですよねあ,あ美味しい今日もお酒が本当はちょっとおつまみとか作ろうかなと思って買い物行こうと思ってたんですけどもう雨が降っててもう出たくもないんですよね。まあ、でももおつまみなくてもね いやーもう皮の匂いで飲める <laughs> いやーいい皮ってやっぱいい皮の匂いがするんですよね革靴と見ると匂い嗅ぎたくなっちゃうんですよね困ったもんで新品の靴だったらねお店に置いてる靴だったら別に普通に嗅いでもいいのかなと思うんですけど中古の靴とかもね匂い嗅ぎたくなるんですけどやっぱりそれは一回人が履いたものだし修理の目も気になるんで自生してるんですけどうーん いやー、あのー、ぜひぜひあのスコッチグレインの、えー、もうもう靴好きの方で次何買おうかなと思ってスコッチグレイン考えておられる方インペリアル3はぜひ候補に入れてみてくださいそしてあのあちょっとふ、あのー、私服用休日用に、あのー、革靴探してるんだっていう人もこれいいですよ、うん、育て甲いがある靴だと思います。はいうん 普段スーツで一足目っていう方には向かないかもしれないですけど、うん、あの休みの日にカジュアルに革靴履きたいっていう方にもですねこの華やかな穴飾りがあるこのセミブローグのインペリアル3って私は非常におすすめですはいはあいや鼻筋いいですねいくらでも飲めますからねって、はい、なところで今日は、えー、この辺にしておこうかなと思います、はい、ご視聴ありがとうございました